1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. 1, 3, 5, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. つまりその前はすでにもちろんあのなんていうかな、もう年配の世代ってのはいるわけですよね。で彼らはもっとその前の時代のニューヨークラテン、ニューヨークにおけるラテン音楽をやってきた人ですから。でもそこで、67年8年で味付けを出して、なおかつそのクリエイトしていくということをやってます。ですから、まあ、そういったいくつかのもう何度も来てますね。4、5回は、はい、楽しみに毎年来てます。友達が多いのももちろん踊ります。そうです、そうです。友達がわさびに出てる友人を見に来ました。今日は初めてです、はい。東京からですか？茨城県水戸市ですね。娘が踊るもんですから、あ、楽しみに、はい。娘は結構練習してましたけど。そうですね、何年ぐらいですか？いや、まだ1年と少しじゃないかな。福岡から来てるんですけど、福岡でも今だいぶ盛り上がってて、土日、土曜とか大抵踊りに行きます。昨日は友達が出て、今日はもっと他の海外ダンサーも見たいので2日続けてきてます。2回目、はい。友達がパフォーマンスするんですか？知ってる人も出ます。はい。どこから来ました？新潟から来たんです。いや、これからは帰るんですか？今日は最後の高野山に出て踊って、それから朝大江戸温泉に泊まって帰ります。
イエイ。第8回、ジャパンサルサコンテスト、はい、開始します。We're gonna have the 8th Salsa Congress in Japan. Okay. まず僕はこの子供たちと一緒に出てきました、サルサホットラインジャパン、ジャパンサルサコンテストのオルガナイザー、ジョージ・ワタブです。よろしくお願いします。そして僕たちのこのサルサコングレスのテーマはサルサフォードネクストジェネレーション、サルサを次世代に、これが基本的なテーマです。 OK、 ロスバリエンテスキッズの2人、ニュージーランドサルサキッズの2人、そしてはい、チームサルサボールのマリアちゃん、はい、踊ってもらいましょう。オープニングアクト。この子供たちが次の世代にサルサを伝えていくんです。はい、あとで素晴らしいパフォーマンスがあります。楽しみにしてください。 OK、 サンキュー。はいはい、サンキュー。はい、皆さんこんばんは。今日本当ありがとうございます。これからよろしくお願いします。Gracias. Viva la música latina。皆さんこんばんは。広島からやってまいりましたリチャードと清美です。皆様に本当はもっと早くにお礼を申し上げなければいけなかったんですけれども、本当にお礼が言うのが遅くなりまして申し訳ありませんでした。そしていつも広島に来て、バルコに来てくださってる皆さん、そして日本全国の皆さん、サルサファンの皆さん、今日は本当にありがとうございました。これからもよろしくお願いします。それではトロフィーを受け取ってください。To Mr. Richard Nishiyama and Miss Kiyomi Nishiyama.